帯広市役所からのお知らせです。はじめに、令和5年度採用、帯広市職員の募集についてご案内します。令和5年4月1日採用予定の帯広市職員を募集します。募集する職種は、事務、ICT、土木、建築、電気で、試験区分はご覧の通りです。申し込み受付期間は8月18日木曜日までです。申し込みの際は、帯広市職員採用試験案内で受験資格と申し込み方法を確認してください。試験案内は視聴者1階の総合案内と人事課で配布しているほか、帯広市のホームページにも掲載しています。帯広市の職員採用は人物重視のため、一般的な公務員試験用の対策などを行っていない人を含め、多くの人が受験しやすい試験となっています。たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは人事課電話 65-4108 へ問い合わせください。続いて市民活動課梶さんからのお話です。帯広市男女共同参画講座の受講者を募集します。今回の講座は札幌の LGBT コミュニティを拠点に家族へのカミングアウトをサポートする活動レインボーファミリー札幌代表の武藤義博氏を講師に迎え、多様な性、生きづらさを抱えさせない社会のためにと題し講演します。これまで帯広市の男女共同参画講座では多様な性についての基礎知識を学ぶ講座を開催してきましたが、今回は LGBT と当事者の方が感じる生きづらさをテーマに、それぞれの生活の場で当事者の方はどのようなことを思い行動するのかを身近な例を出して紹介します。講演の終了後には参加者の皆さんの感想や印象に残ったことなどを共有できる場も設けていますので、 LGBT 等についてあまりよくわからないという方も、もっと知識を深めたいという方もぜひご参加ください。申し込みは会場で受講される方は8月26日金曜日までに、障害学習文化課へ電話または帯広市ホームページの応募フォームで、Zoom で受講される方は8月25日木曜日までに帯広市ホームページの応募フォームより申し込みください。詳しくは帯広市のホームページまたは広報帯広8月号をご覧になるか、障害学習文化課電話 65-4192 へ問い合わせください。最後にふれあいコンサート東の風コンサートについてご案内します。東の風コンサートは管楽器やオカリナの演奏、合唱、マジックの披露など乳幼児と保護者が一緒に楽しめるアットホームな雰囲気のコンサートです。児童生徒や市民のほか、子育て応援事業所、地元企業などの協力のもと、幅広い年代の市民ボランティアが企画運営しています。皆さんに安心して鑑賞いただけるよう感染症対策を行い実施します。日時は8月27日土曜日午前10時からおよそ1時間です。会場は保健福祉センターで、定員は先着40名、入場は無料ですが事前の申し込みが必要になります。申し込み方法はインターネットのみの受付となっています。画面上にある二次元バーコードを読み込んでいただくか、帯広市のホームページ下部にある広報ページ ID 検索に10120117と入力して検索いただき、専用受付フォームに必要事項を入力の上送信してください。詳しくは子育て支援課電話 25-9700 へ問い合わせください。帯広市役所からのお知らせでした。